今日は私から2点ございます。まず1点目が YouTube の新チャンネルダイブ富山、これの解説ということについて説明します。県ではこれまでも YouTube の富山県公式チャンネルなどで定例会見や PR 動画などの情報発信を行ってきました。これからですね、若年層への訴求力を高めるため、新たに別のチャンネル新チャンネルを開設をするというご報告です。チャンネル名はダイブ富山、あのダイビングのダイブですね、ダイブ富山。富山県職員がいろんなところへ、ダイブ、伺って、あるいは飛び込んで、富山の情報をダイブ、これは、富山弁でダイブンというかなりという意味ですが、ダイブンを伝えをするチャンネルという掛け言葉になっています。で本日まさに今配信をスタートします。この動画の第1本目の動画ですが、これの冒頭部分のみになりますが、ちょっとご覧いただければと思います。こんな感じというイメージです。始まりました、ダイブ富山。今回は富山登山にライブ。今回の企画は立山登山、初心者でも登りやすい室堂から富山のルートをご紹介します。立山に登ったことがないという方に向けて、山岳警備隊のアドバイスを教えながら安全に登山をするポイントをご紹介します。登山のポイントは動画の最後にもまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、全体15分なんで、今日は今これぐらいで、また終わったら見てください。このご覧いただきましたように、秋の行楽紅葉シーズン、行楽シーズンに本県に来訪される方に向けて、立山の登り方を1本目の動画とさせていただきます。なんか今更聞けないみたいな方もおられるかもしれませんが、ぜひこれを見て安全に立山にアタックしてみてほしいと思います。山岳警備隊の監修なのでしっかりしたものです。登山初心者の方でも安全に立山登山をしていただけるように、職員が実際に立山登山をしながらポイントを分かりやすく紹介をしています。広報課の若手職員と町内副業人材、これはチームを組んで企画、出演、編集をすべて行い制作しました。ぜひ本編動画を視聴いただき、チャンネル登録、もしよかったらぜひ高評価もしていただければと思います。このチャンネルの特徴なんですが、特に若い方をターゲットとして、県庁や県政に親しみや関心を持っていただけるように、若手県職員自らが富山県の魅力を若い感性で、発見したもの、そして認識したものを若い感性でまた発信をする、このようなことになっています。今日が1本目の配信です。次回の配信は10月3日および4日以降、当面は毎週木曜日レギュラーにということで、配信をする予定です。11月3日に開催予定の富山マラソン1ヶ月前の練習方法というものも準備しています。また海の幸がひときわ美味しい季節に向けて、美味しいお寿司の秘密などタイムリーな話題や旬を捉えた内容を動画により配信していきます。題材によって最大60秒の縦型ショート動画や本日配信の15分のものなど織り交ぜて発信していきます。詳細については担当課にお問い合わせください。 YouTube 新チャンネルダイブ富山の解説についての説明は以上です。2つ目、富山県花総合センターの在り方についてです。まず富山県花総合センターの概要についてご説明します。花総合センターは昭和61年に花に関する情報を総合的に提供し、花の生産拡大と花に親しむ意識の高揚を図ることを目的に建設されました。長く県民の皆様に愛されてきた施設ですが、建設から38年が経過し、施設設備の老朽等に伴い維持管理コストの増加が問題となっており、今年度から施設の今後の在り方を検討してきたところです。現在の施設の状態について委託調査を行い、施設機能の両面から検討した結果、機能については県や市の既存施設に集約可能ということ、施設については老朽化が進み維持に必要な経費が将来ますます膨大になることが分かりました。よって県としては現在の指定管理期間満了の令和 8年度末をもって廃止することとしました。
県としては現在の施設の必要な機能を既存施設に集約することで、それぞれの施設の魅力を向上させるとともに、総施設量の適正化を図りたいと考えています。参考までに花総合センター施設機能調査中間報告及び県の推計によりますと、廃止した場合の節減額は令和9年度以降の10年間で約10億6000万円となる見込みです。詳細については担当課にお問い合わせください。富山県花総合センターの在り方についての説明は以上です。まあ、このような計算で、セーブされるもの、それから、まあ、機能集約にかかる費用を引きましたら、10億6000万、10年間の想定で、有利ということ、計算結果を、推計結果が出ております。はい、冒頭私からは以上です。